例えばトニーのムドリク事件見ました。トニーがね、うん、昨日の試合でデクラン・ライスって言いながらベッドでこうやってアーセル試合を見てるね、インスタを投稿しててね、お前それやったら来れねえぞっていうムドリクと似たようなね、そうアーセナルのアピール、アピールしちゃもうはいおしまいだべっていう、焦るなトニーちょっと焦っちゃダメだって、焦っちゃダメなんだよな、うん、来た時に言わないと、そうよ実はアーセナルの大ファンだったんだ、本当にこれうまっ、モンレアさん320円ありがとうございます。イヴァントニー獲得のためにラムジャン等の4選手放出って記事見たんですが、リョウさんはどう思いますか。いやないでしょうね、まあ、あれは、まあ、よくあるあのメディアのおもちゃアーサルですね。うん、4選手ラムちゃん、ロースミス、うん、エディ、うん、パーティーの4人出してみたいな、それでトニーなの。まあトニーもっと多分金は余るけどね、トニーとカニはねっていうね、うん、ありますけど、まあ、大前提として冬にやるべき補強なわけがないっていう、うん、まあ確かにそう、夏だとしてもっていうところあるし、うん、俺は別にかな、そんなにまあ信じでもないし、仮にそうだったら何やってんねんって感じですけどね、うん、うん、結構な額になるでしょその4人出したら、4人出したらまあアベレージ3000は稼げそうじゃないか、ポンドぐらいにはなるんじゃないですか、1億以上ぐらいにはなるんじゃないですか、うん、そうそうそう、それでっていう感じだったら、それはちょっと、うん、悲しいなぁ。うん。うん。南川のモナリゼザ・ゴンゼルさん、200円スパイト、ありがとうございます。りょうくんはエディ放出の可能性とストライカー獲得の必要について、必要性についてどう思う？ストライカー欲しいっすよね、そりゃね。うん。エディのなんか物足りない点って、なんかサブ時に活躍をあんま残してないことだと思うんだよね。AD が結果残すときってなんかスタメン出たときに結構結果を残すんだけど、うん、なんかサブで出たときね、なんかね、ちゃんとしないんだよね。あんまし点とか取らないイメージなんで。確かにそこがついてくるとね、なんかいろいろ使いやすくもね。だから今すげえ、なんか難しいね、使うのが難しい状況で、やるんだったらスタメン出なきゃいけないし、ただスタメンにするにしてもなんか、まあもっと求めたいしっていうことあって。なんかそういったところでどんなに、まあ、短い時間でもちょっとでも点取るっていう能力が、できるんだったらってとこあるけどね。ただまあもしねこれ以上フォワード取るようだったら、うん、誰かしらは出ていく可能性ありますからね。そうなんだよね、トップ3枚はなかなかね、うんうんうん、なんならハバーツもいるからね。そうなんだよな、トロサールとかもいるし、ね、トロサールとかもできるし、うん、考えるとそこかなっていう感じがするんだよね。そう、試合に入れてない感がねいつも目立っちゃうんだよな。サブの時なスタメンの時はまだね、うん、悪くはないような気がするけどね。つかさぐるぐるさん500円スーパーチャーありがとうございます。富安アーサルはこれからビラ、ブライトン、リバプールの難敵続きで虎の子をぶつけられない意味でのしばらくだと信じたいということで。なるほど。いやーちょっと富安がどうやら長引くんじゃないかと。あれいくつまでとかは出てないんだっけ。出てないっすね。ふくらはぎを怪我したという報道が出てました。まあ 3,4 週間ぐらいなんじゃないかと。そして何を隠そうプレミアリーガー、この 3,4 週間が勝負なんですよね。天王座なんですよ。冬を制する者はプレミアリーグを制するというわけではないんですが制せなかったんでここいないのきついよなマジな。ほんでしかも多分だけどアジアカップもいねえだろう。いやワン、アジアカップに参加したらアーサルとしてはいないですね。だからアーサルとして戻ってくるのはもう2月ぐらいなんじゃないかと。だいぶまたでティンバーもいないってなると冬にバックスの方獲得は必要かもしれませんね。でももうまあローンでなんか借りるか、うん、何かしらがマジで、ね、必要ですねこれはね。そもそも本来だったらシーズン開始まではホワイト、ジンチェンコ、トミヤス、ティンバーで悠々と回せるはずがなぜこんなことになっているのか。まあでも意外と久々かけがはそういう意味ではちょっと粘ってくれたっていうところもあるかもしれませんね。確かにね、感じですけれども、まあとりあえず富安さんにはもう早く帰っていただいて、はい、帰ってきていただいて、それでまあアースラ正直取ってもいいと思いますね。もうここはまあ優勝するには必要な投資かもしれません。まあ去年もねトロとジョルジとかね取ってあれだったんで、そういうのが必要かもしれねえな。セーフです。はい、坂の控え問題はね、サイドウィングで
出つつかつインサイドハーフでも活躍できる選手が理想ですね。ウィンガーだけだったらまあそれこそあれとかじゃダメですかね。ビエイラとかじゃビエイラはウィンガーができない。ウィンガーちょっとやってなかったっけ、なんかたまーに。あれウィンガーっていうやつじゃないかな。ウィンガーっていうやつじゃないか、うん、ネルソンとかじゃダメなんですよね。あとはまあ絶対的なストライカーが出た時にジェズスを右で出すとかね。ああ確かに、まあジェズス右が今のところ一番、うん、第二候補か。第二候補だな、うん。オリーセとかね、いいですけどね。ただそこにそんな火を出せないだろうしな。オリーセ、しかもな、契約延長したんだっけ、今回か。ああ。うん。まあ、値段は高くついちゃいますね。めちゃくちゃ高そう。7000万とかいくね。うん。ウーで若い時ウィング、もう若くないんじゃない、まあ、ウーデを右にする意味がないからな。だからまあそれはジェズスとネルソンで回すっていう形がいいんじゃないかなと思うんだけど、問題はまあジェズスをね右に移動した時ワントップ誰やんの問題で、トロサールかエディか。そこのパターンあんま試さんからな。まあね、そうてかまあ基本的にサカおるし、まあサカいなくなった時考えりゃいいんすよ。まあシティ戦はね右ジェズス出ましたね。キラシならイサクになれる。いいね、ギラッシー。ギラッシー来ねえか。ギラッシーどう。ギラッシー最近どう。いや、最近あんま見えてねえんだよな。ギラッシーチェックができてねえんだよ、最近。またボニーフェイス。